皆さんこんにちは、まちこです。はい、もう部屋もごっちゃごちゃなんですけど、ミッフィーの福袋を購入してきました。イエーイ、嬉しいな。私ね、うさちゃんが好きなんで、ミッフィーちゃん大好きで、ミッフィーグッズいろいろ集めてるんですけど、今日はね、2022年12月28日福袋がね、もう売ってたんですよね。これ雑貨屋さんっていうんですかね、吉田っていうところで購入しました。ミッフィーラッキーバッグって書いてある。お値段はね、2750円でしたね。やばい、タンタンが、ミーちゃんのちゃん、うさぎちゃん用のおもちゃで遊ばないな。あ、全然ダメ。はい、開封していきます。そんなに物入ってないな。はい、こちらミッフィーのクッションですね。スクエアクッション、これ袋開けたら大きくなる系だと思います。あとね、3点しか入ってない。あ、かわいいかも。でもステップチェアだって、これ使えそうですね。このペットのルームで使えそう。めちゃめちゃかわいい。これで1500円ぐらいしそうですよね、もうね。あと3点入ってる。ちょっとでも子供っぽいな。三つ折りミラー、仕事の時持ってこうかな。へー、次花形ポーチ。結構原色系のミッフィーちゃんが多いですね。はい、次逆でした。はい、三段ボックスとかに入れるねケースですね。これペットの何入れようかな、餌とかね入れようかな。はい、あっけなく終わり。1750円のね、ミッフィーの福袋の中身を公開しました。もう一回いきます。3段ボックスの収納ケース、ポーチ、鏡、なんつーの、踏み台、はい、あとクッションが入ってました。あ、段ボールを早速ね、なんか破壊にかかってますね。映る。はい、こんな感じでね、うさちゃんさっきペットフォレストさんのね、福袋を開封して段ボールあそこに組み立てたんですけど、うさちゃん用のね、おもちゃなんですが、早速それっぽく遊んでくれました。よかった。そう、破壊してね、きっと遊ぶものなんで、よかったです。うさちゃん、これもおもちゃだよ、これも。はい、楽しそうにね、遊んでます。ミミちゃんがね、おしっこ今飛ばしそうで、ちょっとドキドキしてます、私。あ、なんか冷たい。誰のうちこれ、やだ。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイ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 って言ったけど、あの二人が面白い